くの一さいかの皆さんです。どうぞ。よさこい大好き、でも厳しい踊りはちょっとという40歳から70歳代のメンバーで構成されたチームです。甲賀市南口町を拠点に活動しています。よさこいはいくつになっても楽しめる、そんな元気を届けたいと思います。それではくの一さいかの皆さんです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。オッケー。皆さん、お客さんも元気になってください。はい、私たちは今説明もありましたが40から70代、若いチームではちょっと踊れんぞ、でも若いもんには負けてない、よさこい大好きですっていうメンバーで4年前に立ち上げまして、いろいろとイベントなどに出てまいりましたが、こんな大きなよさこいの祭りは初めてになります。みんな緊張してちょっと怖い顔になっておりますが、笑顔で頑張りたいと思います。皆さん手拍子の方よろしくお願いいたします。今年の曲は昨年の紅白で天童よしみが歌いましたソーラン祭り節という踊りになります。精一杯踊りますので皆さん声援よろしくお願いいたします。では踊らせていただきます。ソーラン祭り節、踊り子構えて、スリアMatsuri
場の皆様にね、ありがとうございました。はい、撤収。はい、ありがとうございました。黒市彩花の皆さんでした。